ピックスワン事件、ピックスワン事件、ピックスワン事件は、1961年に、在米亡命キューバ人部隊が、アメリカ合衆国 CIA の支援の下で、グアテマラで軍事訓練の後、キューバに侵攻して、フィデルカストロ革命政権の打倒を試みた事件。ピックスワンとは、ハンカストロの亡命キューバ人部隊が、上陸侵攻した場所の地名を英訳したもので、 別にこっちのスワン事件とも呼ばれ、キューバをはじめとする中南米諸国においては、プラヤロン侵攻事件、インベジアンデプラジャジアイロンあるいは、日本語訳した、ヒロンハマ侵攻事件と呼ばれる。またこのピックスワン事件を第一次キューバ危機として、翌1962年10月の核戦争の寸前まで行ったキューバ危機を、第二次キューバ危機とする呼び方もある。 1959年1月キューバ革命後、2月にフィデル・カストロが革命政権の首相に就任した。しかし、その後アメリカとキューバは対立して、1961年1月にアメリカは国交を断絶し、その間にカストロ政権の転覆計画が密かに進められていた。そして国交断絶直後に大統領に就任したケネディ大統領は、 前任のアイゼンハワー大統領時代に CIA を中心に進められていたユーバ進行計画を承認して1961年4月15日にキューバ軍機に偽装した爆撃機がキューバ空軍飛行場を爆撃し17日から亡命キューバ人の上陸部隊がピックスワン、コチノスワンにあるキーンハマ、プラヤヒロンに上陸進行を開始した。だが、 ソビエト連邦の援助を受けたキューバ軍は19日まで上陸地点のヒロンハマに封じ込め、ピックズワンに閉じ込められたハンカストロ軍の上陸部隊は19日に投降114名が戦死戦189名が捕虜となった。この作戦を主導したアメリカは世界から非難を受け、ケネディ政権はキューバ政策で大きくつまずいた。この事件の直後、キューバ政府は 先の革命が社会主義革命であることを宣言し、ソ連への接近を強め、その翌年秘密裏に軍事協定を結び、核ミサイルを持ち込んだ結果、1962年10月にキューバ危機が起きることになる。1959年1月に発生したキューバ革命により、アメリカが支援していたフルヘン氏をバティスタ大統領の政権は崩壊し、2月に、 ゲルラ軍を率いたフィデル・カストロが革命政権の首相に就した。カストロ首相は当初はアメリカ合衆国に対して友好関係を保つと表明しその直後にアメリカを訪問した。しかし、それまでに国内でバティスタ政権の有力者を処刑したり、また農地改革を進める姿勢を示したことで CIA の報告により共産主義者との疑いを持たれていたことで、 バティスタ政権を背後から操り多くの利権を得ていたアメリカにとって、それらが侵害される恐れがあることで、アイゼンハワー大統領のカストロに対する対応は冷たかった。そして、ニクソン副大統領との会談で、ニクソンから共産主義の影響拡大、反革命派処刑、自由選挙の水実施を並べて問い詰められて、怒りを抑える始末であった。この直後、 ニクソンはアイゼンハワーにカストロは打倒すべき人物であり、キューバ人亡命者部隊を編成してキューバに侵攻すべきであると進言した。これが2年後のピックスワン事件につながった。1959年5月にカストロは農地改革を断行し、6月にアメリカの資産を国有化したため、アイゼンハワー大統領は対抗策として キューバの最大の産業である砂糖の輸入停止措置を取る形で、禁措置に踏み切った。これに反発したカストロ首相は、弟のラウル・カストロを、冷戦下でアメリカ合衆国と対峙していたソ連の首都モスクワに派遣し、1960年2月にアナスタスミコヤン第一副首相がハバナを訪問し、1億ドルの借款供与、砂糖買い付け、武器売り渡しを柱とする。 経済協力協定を結んだ。アメリカ合衆国本土のすぐ隣の国であるキューバがソビエト連邦と手を組む事態を受けてアメリカは共産主義国家の脅威を間近で感じることになった。1961年1月3日にはキューバに対して国交断絶を通告した。この間に大量のキューバからの避難民がフロリダ州マイアミに集まりその数は10万人に達した。 これに先立つ1959年10月にニッケル鉱山などのアメリカの工業利権をカストロ政権が摂収し始めるとアイゼンハワー大統領は CIA に対してキューバへの海空からの破壊活動、キューバ国内の反革命勢力への支援、カストロ体制の打倒工作、カストロ暗殺計画などを承認して秘密裏に転覆計画を開始した。 母国を脱出してきた亡命者1,500人をゲリラ軍として組織化し、CIA の軍事援助と資金協力のもとでキューバ上陸作戦を観光させるため、1954年のプブセクセス作戦により、新米軍事政権がなしていたグアテマラの基地においてゲリラ戦の訓練を行った。退任間近だったアイゼンハワー大統領はやがてキューバ問題から手を引き、その後は 共和党選出の次期大統領候補ともなるチャードニクソン副大統領や CIA のアレンダレス、長官らがこの作戦計画を進めた。その間、作戦は当初のゲリラ戦から通常戦に変更する決定が下された。そして、兵員数と物資で圧倒的に劣るハンカストロ軍がキューバ政府軍に勝つためにアメリカ軍の正規軍の介入が計画に組み入れられた。 1960年11月に大統領選挙が行われ、1961年1月20日にジョン・カイ・ケネディが大統領に就任した。大統領選挙に当選したばかりのケネディは、就任前に CIA のダレス長官からこの作戦計画の説明を受けた時は、ことの重要さと大胆さに行転した。その後、レムニッツァー統合参謀本部議長とバーク。 海軍作戦部長の専門的意見を聞いたが、いずれも成功する作戦として問題ないというものであった。1961年4月4日、キューバでの作戦行動について、国務省で最後の会議が開かれた。大統領の他に、ラスク国務長官、マクナマラ国防長官、ディロン財務長官、フルブライト上院外交委員長、シュレジンジャー大統領顧問、 ダレス CIA 長官、カペル副長官、ピッセル担当官、そして、レムニッツァー統合参謀本部議長などの顔ぶれであった。ダレス CIA 長官と作戦担当のリチャード・ピッセルがこの作戦の内容を説明した。まず、アメリカが介入するのではなく、カストロ政権が成立後にアメリカに避難した亡命者から約1400人が、 アテマラで CIA による軍事訓練を受けており、この1400人が陸海共同でキューバへの上陸作戦を展開し、上陸が成功すれば、キューバ国内の反政府抵抗組織2500人と同調する反、カストログープ約2万人が行動を起こし、これに鼓舞されて情報機関の推定で総人口の25%を占めるカストロに反感を示す大衆が放棄する。 というものだった。反カストロ軍の空軍部隊が、カストロ政府軍の飛行場を爆撃して、最初に、制空権を奪う。カストロ政府の空軍は経験のあるパイロットがおらず、全く組織化されていないので二度の爆撃で銃であり、この計画の成功は、空軍の無力化にかかっている。そしてカストロ政府の空軍が、事前爆撃で完全に破壊されると、海からの上陸後にまず、 キューバ革命委員会が臨時政府自立を宣し、もしうまくいかなかった時は近くの山に逃げ込みゲリラ戦術を展開する、このピッセルの説明に反対を表明した者はいなかった。ケネリはあくまでアメリカの介入には慎重であった。当時ベルリンが危機的な状況でキューバを口実に、フルシチョフがベルリン問題で軍事的行動を起こすことを恐れていた。しかし、 ダレス長官の正規軍を介入させないとする説明で、実際は CIA はハンカストロ軍にアメリカ軍の応援を確約していた。ケネディは作戦の実行を承認したが、アメリカの直接の関与が見しないように、最初の空襲での爆撃機の数を減らし、その際に上陸地点の変更、夜間上陸に適しているという理由でを命じた。これは結果として作戦に、 大きな障害となった。また、上陸地点が、ピックスワンに変更になったが、そこに、ンゴ礁があることを誰も予期しておらず、また上陸後に苦戦となった場合は、反、カストログループがいる、エスカンプライ山脈に逃げ込む予定であったが、上陸地点が、ピックスワンに変更してそれが不可能となったのである。CIA は、作戦失敗のリスクを過小評価していた。 1961年4月初旬にアメリカ海軍空母 SX は2週間の通常訓練公開の名目でフロリダ沖を航行した。この時 SX は12機のダグラス A-4D2 スカイホークを搭載してた。A-4 は20ミリ機銃で武装されており、数日後には識別標識は機体と同じグレーの塗装で塗りつぶされ、 戦闘紹介飛行のため昼夜は勝たず飛行するようになった。乗員のほとんどには知らされていなかったが、一連の行為は、ピックスワン事件で出動することになる爆撃機護衛を目的とした任務であった。4月15日朝6時頃に、ハンカストロ軍はキューバ政府軍機に偽装した、アメリカ空軍の旧型の爆撃機、ダグラス A-26 により、キューバ軍基地を空襲した。 この日、キューバ国籍のマークをつけた発揮が、ニカラグア東岸、プエルト・カベサスにある、秘密の CIA 航空基地から発進し、上陸作戦支援のための予備的攻撃を加えたが、結果は、政府軍が所有する36機の戦闘機のうちわずか5機を破壊するに止まった。最初の空爆で、キューバ空軍機を壊滅して、制空権をハンカストロー軍が確保するはずが、 空爆が不十分で制空権を奪えず、また、アメリカ海軍空母艦載機からの支援もなかった。これが2日後に、政府軍の空襲で上陸作戦に支障をきたすこととなった。数時間後には、キューバ外相、ラウルロアがニューヨークの国連本部でアメリカの仕業として避難した。続いて4月17日に、ピックスワン、コチノスワン、ヒロン浜への上陸を開始した。 グアテマラで武器の供与を受け訓練されて上陸したハンカストロ軍2506部隊は1500人以下に過ぎず政府軍は約20万人で迎え撃った。また制空権が確保されず政府軍のロッキード T33 ジェット機から爆撃を受けて武器弾薬や食料そして医療品などを積んだ2隻の物資補給船が撃沈されるど補給経路が早々に破壊されたことで 弾薬、食料、医療品が早く尽きて、ヒロン浜に閉じ込められて劣勢に立たされた。窮地に立たされた CIA と軍は、ケネリ大統領に上陸部隊を救うために、アメリカ軍の直接介入を求め、かねてからヒロン浜の沖合に待機していたエセックスからのジェット戦闘機にいる支援を求めたので、あった。しかし最終的に大統領はこれを拒否した。その後、 アメリカ政府内が混乱して、ケネディ大統領の命令により、アメリカ軍の戦闘機による次の爆撃機への援護に出発したが、時差を計算せず正確な時刻が明確でないままに、先に爆撃機飛び立ち、援護は成功しなかった。そして4月19日に完全に撃退されて、政府軍に投降し114名が、戦死、1189名が捕虜となって、進行作戦は、 大失敗に終わった。CIA がキューバ政府軍の勢力を過小評価し、キューバ軍の一部が願えるという根拠がない判断をするなどずさんな作戦計画であったこと、事前に作戦の実施がキューバ側に漏れていた子、ケネリィ大統領への説明が不十分で軍部、CIA と政府内での作戦の認識にズレがあり、 命令が二点三点したことなどが失敗の最大の原因と見られている。もともとアイゼンハワー政権時代に立案された計画では亡命キューバ人グループを訓練して武装させて、そしてキューバ中部のエスカンプライ山脈上空から投下してカストロに反対する現地キューバ人グループと合流させることであった。ところがカストロ政権が脆弱であるという誤った認識と、 政権転覆に必要な戦力の予測がまた誤っていて最初から大があった作戦であった。そこへ作戦担当のリチャード・ピッセルが亡命キューバ人部隊の上陸地点を中部の山岳から南部の鳥ニ田付近の海岸から上陸させることに変更し、そして大統領との協議の末に実行直前にエスカンプライ山脈、これより先に革命後に ハンカストロに走ったグループがこの山岳に逃げ込んでいた。よりさらに遠い西方のヒロンハーマに変更し、そこは、遮蔽者も,も退避すべき場所、最初の案では上陸時に、劣勢の場合は近い山岳に逃げる計画であったも、なかった。そして、事前の爆撃、4月15日が大幅に削減されたので、政府軍の抗戦力を撃破できず、結果上陸部隊は、 空からの援護がなく、むしろ政府軍の空からの攻撃に耐えながら、上陸を観光せざるを得なかった。しかもそこには、産後礁があった。ケネディ政権の大統領顧問だったテッドソ連戦は、後に、著書、ケネディの道の中で、作戦の失敗の原因としてなどの作戦自体に、現実とのギャップがあったとしている。さらに、ケネディ政権側にとっては、などの原因を挙げている。 約1500人の反革命洋兵軍を各200人の7個大隊に編成。5隻の輸送船に分乗し、広ロ浜に上陸。これより前に、夜明けとともに高架大隊の1個大隊が、広ロ浜とサパタ沼を結ぶ舗装道路を制圧するために落下山で降下。この降下部隊が広ロ浜の橋を制圧し、次第、そこへ反革命級馬人らを空路により輸送。 臨時政府をでっち上げ、その要請により、アメリカ海兵隊が海空からの攻撃支援を受けながら上陸することになっていた。これは2011年に出版されたフィデル・カストロ自らご革命家人生において、イグナシオ・ラモネのインタビューに対して、カストロ自身が語った言葉である。この時、上記のように、数マイル沖にはアメリカ海軍が空母エセックスを含む、 第四艦隊の艦船を待機させており、海兵隊員も乗っていた。あくまで、キューバ国内での臨時政府の要請を受けて、海兵隊が上陸する手はずであった。この臨時政府の主犯に予定していたのは1959年1月のキューバ革命直後に首相に就任したホセローカルドーナで、フィデル・カストロは彼の教え子でもあった。しかし、この時には、フロリダ州のアメリカ軍基地にいた。 そして広ロ浜に上陸用州艇で上陸した部隊と、落下山で、サパタ出現東部に降下した部隊とが合流して、出現と内陸を通じる幹線道路に展開し、大統領命令が出れば、沖に待機したアメリカ空母から、艦載機が出撃し、さらに、これらが援護した、輸送機が空から、武器弾薬を落下山で降ろし、海兵隊が上陸する予定であった。 このキューバ侵攻作戦を実行した部隊を、亡命車両団、亡命軍、亡命キューバ人グループ、亡命キューバ人部隊、反革命派キューバ軍、反カストロ軍など名称は様々であるが、当時アメリカでは2506部隊と命名されていた。ただ、反革命傭兵軍というのは、カストロ政権の側からの故障であり、傭兵ではなく、いわゆる外人部隊ではない。実際に、 キューバから逃れ、カストロ体制を転覆させるために、CIA の訓練をグアテマラで受けた後に故国に上陸した部隊である。フィデル・カストロがこの傭兵部隊と呼んだグループについて、士官や隊長はほとんど例外なく、キューバチスタ政府軍の将校であった。兵卒の多くは、かつての王子主や富裕層の息子であった。このことから、 あの進行事件の階級的性格が明確に浮かび上がると語っている。臨時政府主犯になる予定であったホセミロカルドーナは1959年1月の革命に派生参じてカストロと共同して革命政権を樹立した人物であった。しかしすぐにカストロと他元を分かち、翌2月に首相のポストをカストロに譲ってアメリカに亡命し、この日には ラテンアメリカ諸国に進行部隊への支援と連帯を求める声明を発表して彼の息子もこの作戦に参加していた。そして息子は捕虜となった。後にケネディ大統領と面会している。作戦失敗後に降伏して捕虜となったキューバ人上陸部隊1189名はそのゴミ柄をキューバからアメリカが受け入れた。しかしこれらのグループは ケネディ大統領への反感をあらわにしていた。ケネディ大統領は記者会見を行い、失敗のすべての責任が計画の実行を命じた自分にあることを認めていた。しかし、同時に CIA に対しては軍事行動の失敗の責任を追求し、ダレス CIA 長官、チャールズ・カベル副長官を更迭した。公認にはジョン・マコーンを就任させた。 後の記者会見で古いことわざにあるように、勝利した者には百人の生みの親が集まるが、敗北した者には一人も集まらないみなしごだというのがある。私は政府の責任者であり、これは極めて明白なことですと語ってる。その後長い交渉の末、1962年暮れまでに捕虜の大半をカストロは釈放し身柄をアメリカに送った。医薬品と、 食料を合計5300万ドルがアメリカからキューバ政府に支払われた。その後ケネディは軍部と CIA を全く信用しなくなった。そして軍事、情報分野の助言者に対しても怪議的になった。軍部や CIA との関係は冷え込んでいった。そのことが翌年1962年10月のキューバ危機で空爆を強く主張する軍部の意見を抑えて、 海上封鎖に持っていく高い手腕に、ケネディの評価が現れている。そしてこのキューバ危機の解決策として、フルシチョフに以降キューバに武力侵攻しない約束をしたことが、亡命キューバ人たちを怒らせた。翌1963年3月になるとケネディは、公然と亡命キューバ人の軍事行動にブレーキをかけ始めた。彼らの部隊を使わせないようにして、余計に怒らせた。 1963年11月の暗殺事件直後に当時の司法長官でケネディ大統領の実定のロバート・ケネディはジョン・マコーン CIA 長官を自宅に呼び出して CIA が殺したのかと質問してマコーン長が即座に否定したロバートはキューバでの最初の大失敗で CIA にも亡命キューバ人に対してもケネディ兄弟に対する反感が根強いと感じていた実際 ピックスワン事件に参加し捕虜となりそのゴミ柄をアメリカに送られた亡命キューバ人グループはハンカストロ感情とともにピックスワンで最後に裏切ったとされたケネディに対る反感は強いものがあった後に亡命キューバ人グループの指導者ハリー・ウィリアムズに向かってロバートは君のところの誰かがやったんだろうと声をかけているそれまで キューバ革命は特に社会主義革命と宣言されていたわけではなかったが、カストロ首相は1961年5月1日の命令演説で社会主義革命であったと正式に宣言するとともに、軍備増強の必要性を認識し、ソビエト連邦や東ドイツ、北朝鮮をはじめとする社会主義体制、共産党政権の東側諸国との友好関係の確立を図り、 これ以降急速に東側諸国と同盟及び友好関係を築くことになる。ハンカストロ軍の名称も様々なら、事件の名称も様々である。ピックスワン事件、コチノスワン事件、プラヤ、ヒロン振興事件、ヒロン浜振興事件、ヒロン海岸振興事件、あるいは第一次キューバ危機などで、日本でも当初ピックスワン事件と呼ばれ、やがてコチノスワン事件と呼ばれていた。 最近では、プラヤ・ヒロン侵攻事件あるいはヒロン浜侵攻事件と呼ばれている。それぞれ名前の由来は、事件の舞台となったスペイン語名のコチノスワン、コチノスとは、コチイの、スペイン語で、豚のイであり、この英訳から、ピックスワン、侵攻軍が上陸地点に選んだ地点、スペイン語名のプラヤ、ヒロン、それぞれプラヤとは、浜やビーチのイ、ヒロンは、 スペインやフランスで主に用いられるせいで、プラヤ・ヒロンの場合は、フランス人の海賊、ジルベルト議論に由来し、その訳語から、ヒロン浜、ヒロン海岸の名称が完成られている。日本では、一方の当事者であるアメリカと近い立ち位置から、アメリカ側の故障である、ピックスワン事件の名称が主流だが、他方の当事者である、キューバ側の人物では、 ラウル・カストロ議長が2009年4月16日にベネズエラで開催されたアルバ、米州ボリーバル主義同盟首脳会議の席で、この事件が話題になった折に歴史的用語となったプラヤヒロについて、かつては集落であったが今では観光地になってしまったとして、こちのスワン事件と呼ぶ方が正確だと興味深い指摘をしているなど用いる故障に違いがある。 ピックスワン事件より2ヶ月後にウィーンで米ソ首脳会談が行われた。フルシチョフにとってはアメリカのピックスワン事件の失敗でケネディに対して優位に立ったと判断して会談に臨んだ。ケネディにとっては失地回復の場としてフルシチョフとの個人的な接衝を通じて円滑意思疎通が図れるようにするための会談でもあった。キューバ問題に関しての二人のやりとりは 以このピックスワン事件後も、ケネディ政権は、カストロ政権の打倒を目指して、キューバ国内へのクーデター支援、政権打倒工作、ゲリラ攻撃、カストロ暗殺工作など、マングース作戦と呼ばれ工作を続け、このままでは、アメリカ合衆国から政権を打倒されると危機を感じたカストロが、1962年5月に、ソビエト連邦に、 軍事的支援を求めて、核ミサイルの搬入とミサイル基地の建設に入り、その結果1962年10月のキューバ危機を招くに至った。2011年4月には、このピックスワン事件から50年を記念した式典がキューバ国内で行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。